何癖をつける気かね、クロンカイト君。いえ、先生の最新研究が原因だとは言っていません。それに先生の今回のアプローチは個人的にもなかなか興味深くはある。ほう。ですが、こちらのプロジェクトもそろそろ佳境に入っていましてね。動力網はともかく、ネットトラフィックのトラブルだけは勘弁していただきたい。だからそれが私の生徒でも言うのかね。博士の門下だからといってこれ以上の無礼は。待ってください。その話、できれば僕も立ち会わせてもらえませんか。一応彼らを案内した身として無関係ではなさそうなので。10分休憩にする。遅れずに戻るように。改めてデビッド・キャラハンだ。エルザイムとマルドック社から投資がしたいという話だったな。背景を考えると興味深い組み合わせだが、どういう風の吹き回しかね。Thank you.
いい加減にしてください、キャラハン先生。一体どうしてしまったんですか。あれだけ面倒見の良かったあなたが、博士も一目置いていたあなたが、ハミルトン門下である僕にも昔はいろいろと指南してくれて、なのに最近は博士の功績を否定するようなことばかり。いえ、それはいい、あくまで先生と僕たちの問題でしょう。でもせめて考え直してください。あなたに憧れて助手となった皆さんをどうか貶めないであげてください。サリシオン君。